ろんのこと、もうこの辺でもそれぞれの個人優勝争いもね、おそらく個人個人優勝を意識してるでしょうね。そうですね、争いをね、やはり一人一人がもうそれを意識してるでしょうね。はい、そういった意味ではオメリアンチクの落下は痛いところでした。さてこの選手がモステパノワです。この人もいい持ち味を持ってますね。背が高くてですね、非常にプロポーションが良くて、この人が得意ですね。平均台で規定で10点満点を出しています。現在は1位ですね。そうです、規定で総得点は1位。シタルダーからとかってちょっとバーに当たりましたね、はい、左足が。うん、足が長いですからね。最後はどういう折り技かな。前振り出してひねった。2分の1後方宙返しですね。はい、前振り出し2分の1ひねって後方宙返り。モステパノワ、やはり足がふっとバーに触ったのがもう頭に入っていると思いますが、まあ一部ぐらいの減点ですけどね。そうですか。シタルダーからトカチョフですね、はい、非常に体が大きいですからね、技も非常に大きさを感じますね。そうですね、この辺は雄大ですね。着地は決まりました。モステパノワです。